ります吉野千鶴の方からご挨拶で締めたいと思います。今日は皆さんお忙しい中お集まりいただきどうもありがとうございます。もう途中映画が上映できなくなった時はもう冷や汗がタラタラ出て一時はどうなるかと思ったんですけれども、最後は若者たちがこうして盛り上げてくれてもうとってももう嬉しいです。やっぱり若い人たちが元気で島を盛り上げていってほしいと思って、あの最後は若者たちに演奏と踊りをお願いしました。で監督が今度、3部作目を映画の撮影を開始されるって聞いてますので、このいい流れに乗って久高島がますます盛り上がりますように、私もこれから協力していきたいと思っています。皆さんぜひ久高島に遊びに行ってください。そうしたらそこにいる島の人たちが「ああの時あったね」って言って、こうどんどん人の輪が広がって、久高島がますますいい島になりますようにお祈りしています。今日は皆さん本当にありがとうございました。よー